はい、ピーテックカンパニーの日高です。ちょっと仕事の方がですね、年末の忙しさでバタバタしてまして、動画を更新するのが久しぶりとなっております。今日はですね、キャンパーに大人気のフジカハイペットというストーブの納期のお話をしてみたいと思います。皆さんはフジカハイペットというストーブを聞いたことがありますか？あまり聞いたことがないと思うんですけど、この商品はキャンパーの間では大人気となっております。もちろんキャンプ用に開発された商品ではなく、家庭用に開発された商品となっております。豊臣ストーブとかコロナストーブとかのように、店頭とかアマゾンとかヤフーショッピングの通販サイトからは購入することができません。そしたらどこから購入するのというお話になると思うんですけど、これがですね、株式会社フジカに直接電話を入れてオペレーターとお話をして注文するという、珍しいと言ってもいいと思います。ちなみにですね、電話番号がですね 03-3834-4137、 もしご注文される方がいらっしゃればおかけ間違いには十分注意してください。電話がつながりますとオペレーターが対応します。郵便番号、住所、お名前、電話番号を聞かれます。もちろんどの種類を購入するかということも聞かれますね。このフジカハイペットというストーブがどうしてキャンパーに人気なのかは、第一にその大きさです。幅が31センチ、奥行きが31センチ、そして高さが43センチと非常に小型になっております。重さも 5.5 キロとなっております。暖房出力は 2.5 キロワットアワーで、豊臣のレインボーストーブとだいたい同じぐらいですね。もちろん安全に使えますように自動耐震装置もついております。それからキャンプの時はどうしてもストーブを移動させるということが必要となってくると思うんですけど、大半のストーブは一度タンクの中に残ったストーブを抜いて持ち運ぶということになると思うんですけど、このフジカハイペットは特殊技術のタンクとなっておりまして、転倒しても灯油があふれることのない構造となっております。これは安心して持ち運びができますね。それからフジカハイペットの天板は2段階で外れる構造となっております。お湯を沸かしたり調理をしたりと便利に使えます。また別途ごとくや網を購入すれば簡単な料理もできるようになっております。フジカハイペットのカラーは2種類、ブラックとホワイトのみです。ホワイトモデルの天板はテンパーカラーと呼ばれまして、ストーブを使っているうちに様々な焼き色に発色するものとなっております。そしてそれぞれ反射板なし、反射板あり、整流リングプラス反射板なし、整流リングプラス反射板あり、整流リングプラス風防カラーの5機種となります。整流リングとは入ってくる気流を一定に保ってくれる構造で、強風の時でも安心した燃焼を可能にするものとなっております。そして風防リングは字の通り強風時でも安心して使えるガラスを用いているということになりますね。お値段がですね、ブラックモデルの反射板なしが 27,500円、税込みです。全て税込みとなっております。反射板ありが 29,700円、整流リング反射板なしが 41,250円、整流リングプラス反射板ありが 43,450円、そして一番高いのが整流リングプラス風防ガラス、こちらが 61,050円となります。整流リングプラス風防ガラスには反射板を装着することはできない構造となっているようです。ホワイトモデルはですね、今言いましたブラックモデルの価格にそれぞれ3300円をアップした価格となります。こちらはですね、2020年12月24日時点の価格となっております。それにプラスしまして運賃、そして代引き手数料となります。詳しくはですね、株式会社フジカのホームページを参照してみてください。
本日ですね、私はフジカハイペットのブラックタイプの反射板ありを注文してみました。ちなみにキャンセルは受け付けないということでした。そして注目の納期ですが、昨今はキャンプブームということも手伝いまして、なんとですね2022年9月になるということです。約2年も先の納期ということです。発送時の連絡は特にしないということでした。佐川急便の代引きで送られてくるそうです。配達前に佐川急便のドライバーからは連絡が入るようになっているようです。今から到着するのが楽しみですが、約2年も待たされたら、そのうち注文したことを忘れていまして、何が送ってくるんだろうというようなことになると思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。